の始まりを伝えるかのように行われた7月19日のプロ転向を伝える決意表明記者会見から、夏の終わりである8月末までの羽生結弦さんの充実した活動を夏休み一言日記風にまとめてみました。課題の集大成である自由研究はもちろん、あのこと、ご覧ください。
うん、